ブルーミンデイズ、日々これ良き日。これまで漫画や小説、アニメ、映画といった分野のフィクション作品の中では、豊かな空想のもとに様々な形で ICT 社会の未来像が描かれてきました。ここからは1960年代以降に発表された漫画、アニメ、映画、小説などのフィクション作品を取り上げ、主に SF と呼ばれる分野にあたるこれらの作品の中で、どのように未来社会が描かれたのか、現在の視点から見た実現状況はどうなのか検証してみたいと思います。まずはじめにご紹介するのが、今から55年前、1965年に放送を開始したスーパージェッター。30世紀の未来からやってきたタイムパトロール隊員を主人公にした作品で、1000年先の未来という子供たちにとって魅力的な世界観が描かれ、鉄腕アトムに次ぐ人気を得たテレビアニメーションです。この作品は筒井康隆、眉村拓といった当時の若手 SF 作家が脚本を執筆し、それらのエピソードには未来予言機、マイクロ光線、四次元マシン、人工太陽や自然エネルギーを吸収して動く巨大ロボットなど、さまざまな空想上の機器が登場しています。しかし作品の中で最も印象強く描かれるのは、ジェッターが使う30世紀のタイムパトロール隊員の装備でした。最高速度マッハ15、時速でいうと 16,200 キロ、こちらで飛行できるエアカー型のタイムマシン流星号や、周囲の時間を30秒だけ止めることや、流星号の呼び出し機能、トランシーバー機能を持つ腕につけているタイムストッパー、さらに透視能力のある赤外線透視ゴーグル、重力を中和することで飛行を可能にする反重力ベルトや、相手を一時的にしびれさせる銃パラライザーなど、スーパージェッターで描かれた技術の多くは1000年先の未来のお話としたことで、現実に足がかりのないものがほとんどです。そのせいか、タイムストッパーや反重力ベルトは実用化されていませんし、流星号のようなタイムマシンも開発されていません。しかし、コンピューターの小型化、高速化、高性能化により、かつては空想の世界にあった腕時計、ベルト、メガネといった携帯のウェアラブルデバイスは現実のものとなりました。アップルウォッチのようなスタンダードな腕時計型から、メガネ型、帽子型、指輪型、ヘッドホン型など、さまざまな形状をしているウェアラブル端末、近年のコンピューターの小型化、軽量化によって身につけていてもほとんど違和感がなく、手動で操作する必要もなくなりつつあります。次にご紹介するのが小説から。 SF を中心に生涯1000編を超える作品を執筆し、現在も国内外で人気のショートショートの神様と言われる星新一。そんな彼の作品に1967年妄想銀行という短編集の中に収録して発表したアジラジオというものがあります。この作品ではラジオから味が放送されており、歯の内部に収まった受信機でその味を受信、無味のガムやパンを口にすることで、ラジオから放送されているさまざまな味が口の中に広がるという世界が描かれていました。
スマートフォンやインターネットの登場で情報は自由に行き来するようになりましたが、食感はその場に行かなければ感じることができません。それを変えるのがテレイグジスタンスという概念です。テレイグジスタンスとは、遠隔地にある人は物があたかも近くにあるかのように感じながら操作などをリアルタイムに行う環境を構築する技術及びその体系のこと。現在開発されている遠隔操作ロボットシステムでは、ヘルメット型、ベスト型、手袋型の各装置を身につけた操縦者の体の動きをそっくりそのまま模倣し、その動作によって得られた情報を感覚としてセンサーで操縦者に伝えることができます。操縦者はロボットが物体に触れた際のすべすべしている、ザラザラしている、熱い、冷たいといった感覚を自分が触っているかのように感じることができ、あたかも操縦者がロボットと一体化したような感覚を得ることも可能です。こうした技術は遠隔コミュニケーションのほか、医療や介護、極限環境下での遠隔作業などさまざまな分野への展開が期待されていて、さらに開発が進めば世界のいろいろな場所にあるロボットとつながって時間や距離の制約を超えた感覚を味わうことも可能になると考えられています。最後は小説家アーサー・チャールズ・クラークと作品を監督したスタンリー・キューブリックの共作によるストーリーを映画化し、1968年に公開された2001年宇宙の旅。この映画は木星探査船ディスカバリー号に搭載され、船内のすべての制御を行っていた人工知能を備えたコンピューター、ハル9000の反乱を描いた象徴的な映画です。ざっくりとご紹介しますと、ある日その機能に変調をきたしたハルの故障を乗員たちが疑い、思考部の停止を話し合うが、そのことをハルに知られてしまい、その後機器の故障や事故が発生し、次々に乗員が命を失っていくという内容でした。ハル9000の変調について映画ではその原因が明らかにはされませんでしたが、アーサー・チャールズ・クラークの小説版ではその原因をハルが抱えた矛盾のせいだとしていました。探査ミッション遂行のためハル9000は乗員と話し合い協力するよう命令されていた一方で、密かに与えられた任務についてディスカバリー号の乗員に話さず隠せという命令も受けていたことで、ハル9000はこれら2つの指示の矛盾に耐えきれず異常をきたし狂気に陥ったということになっていました。人工知能という概念は1950年代からあり、その研究はさまざまなアプローチで続けられています。その成果として例えば1997年 IBM が開発したスーパーコンピューターがチェスチャンピオンに勝利したこと、2011年アメリカのクイズ番組で人間と対戦して勝利したこと、また2014年に日本で行われた第3回将棋電王戦では4勝1敗でコンピューター側が勝利を収めるなど、日に日にその精度は上がっているようです。未来学者のレイ・カーツワイルは著書シンギュラリティは近い、人類が生命を超越する時の中で2029年に人工知能が人間の知能を上回り、2045年にはシンギュラリティ、技術的特異点が起こるとし、社会に波紋を投げかけました。人工知能の能力が今後加速度的に高まっていくとして、シンギュラリティを迎えた時、
ハル休戦が起こしたようなコンピューターの反乱は起こりうるのだろうか、非常に興味深いです。ここまで紹介してきたように、 ICT をはじめとする技術の進歩発展により、多くの創造の産物が現実に近づき、あるいは形を変えて現実のものになろうとしています。 SF をはじめとするフィクション作品と現実の技術の発展とは決して無縁ではないようです。フィクション作品は現実の技術が進歩発展していくための重要なエンジンの一つのように思います。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。